久野康成の経営のエッセンスの時間です。この番組は東京コンサルティングファーム会長公認会計士の久野が様々な経営のテーマに独自のメソッドでヒントを与え、皆様の経営に役立つ情報を提供するものです。こんにちは、東京コンサルティングファームの久野です。今日は緊急度が低く重要性の高い問題について考えてみたいと思います。緊急度が低く重要性の高いって、ここの問題のことなんですけれども、この緊急性と重要性のマトリックスっていうのは7つの習慣で非常に有名になりました。でいろんなものを見てみるとですね、 ABCD ってこう書いてあるんですね。 A 緊急性が高く重要性が高いもの、これが A ランク。大半の人こう思いますよね、 A ランク。次に緊急度が高く早く対処しなきゃいけない、重要度の低い、これ B ランク。で次に重要性が高く、緊急度の低いのが C ランク。で最後にどっちも低いの D。 これですね、誰でも分かるんですね、 D だって、ここは OK。 問題はですね、ほとんどの人がここを A ランクだって言うんですね。私ここを A ランクにするっていうのは絶対ダメだと思ってます。私はですね、ここが A ランクなんですね。緊急度が低く重要性の高いものこそ投資になり先送りされやすい。人生の設計って全部ここで決まっちゃうんですね。緊急度の高い A なんていうのは誰だってやるんですよ。誰だって対処しなかったらいけない。なぜかというと、緊急度の高いものをやらないと誰かに迷惑がかかるんですね。もうすぐに対処しなきゃいけないものっていうのは、お客様から何か言われましたと、これすぐやらないかったらお客様に迷惑がかかるし、もう火事だってなった時にですね、そんなの放置したら周りの人に迷惑がかかりますし、もういろんなところで迷惑がかかってしまうっていうのが緊急性だから、緊急性というのは基本的に放置しても誰だってやるんです。やらないのは先送りができる、ここのパートっていうのは先送りできる、先送りできるかどうかが重要度を判断するものなんですね。重要性が高いものって、基本的にはですね、かつ緊急性が低いもの、例えば自己投資するとかですね、もう戦略を見直すとか目標を見直すとか、こういうの先送り可能だから、私は A、B、C、D の順で A の企画こそ重要、そしてこれを中心に自分が組み立てる。緊急度っていうのは他人から来るものなので、どちらかというと受け身なんです。で重要度のここは主体性なんですね。主体的に自分が企画計画できるものがここで、自分の人生の中で AB 中心に動いてる人間っていうのは、相手からの問題、相手から任される問題、会社からやれと言われた問題でもう仕事がいっぱいになってですね、もう全く動きが取れない、この状態っていうのが全く自分の人生を企画ができなくなる。これは緊急度の高い問題っていうのは組織化によって解決できてしまう。自分が一人の部下を持った瞬間から緊急度の高い問題っていうのは部下に任せて、自分は頭を使う側に回ればいいわけなので、緊急度の高い問題っていうのは基本的に誰かに委任していくことができるんですね。自分が末端の正社員であっても、必ず人は2年目3年目になっていくんです。必ず部下っていうのが入るんです。もし部下がいないなら、あなたが仕事を新たに作り出していないだけで、作り出す人、作り出すのはここのところですね、作り出す人には必ず部下が与えられる。だからこの AB 問題っていうのは自分でやる必要がない、自分でしかやれない問題っていうのはここの問題なんですね。重要性が高く緊急度が低い。で私は人生で全部これだけを企画し、ここは人に任せる。そうすると自分の人生っていうのは全部自分で企画できるようになるんですね。でうまくいかない人の特徴っていうのは、ここを C ランクに置いている、
頭では分かっているけれども結局先送りしてる。じゃあ自分の日常生活はっていうと全部緊急性で動かされる。こことここ、ここの最大のポイントはですね、ここを A だとほとんど、まあおそらく 95% の人間は緊急性が高く重要性の高い問題っていうのを A ランクにしてる。これはありえない。こっちが A、これは B なんです。誰だって緊急度が高く重要性の高いものが大切だってわかるから。わからないのはここが一番大事な領域なんだ。ここがわからない。だからこそここを A ランクにして隙間の時間で A、B を対応できるようにしていく。さらに A、B を人に委任していく、任せていく。そして自分が組織を作る。そうすればですね、ほとんどの人生っていうのは自分でコントロールできるんですね。今人生で悩んでる、仕事で悩んでる人っていうのはほとんどの時間がここの A と B、これをやってしまっている。要は仕事の本当の主体性っていうのはここが主体性。この2つというのはどっちもこうパッシブな、もう受け身でやってる。ここがですね、人生の構造的問題。差が出るポイントはここを A にせず B ランクにさせてしまうこと。そして A ランクを中心に自分を組み立てられるかどうか。ここが今日の最大のポイントなんです。